えー、障害者雇用で働いている ADHD です。診断を受けていないのに ADHD を自傷する人がいる理由が分かりません。私は診断されてよかったこと、IQ テストで得意、得意を調べられたことと、支援機関に助けてもらえたこと、障害者手帳で地下鉄が安くなったくらいですが、全部診断書必要なので、自傷だと何も手に入れないですし、病院に行こうとすらしないと、本当にそれが原因か分からず、自分は障害者と自己安定をかけているド M になってしまっていると思います。えっと、あの、ある種の、その、自分を守るための行動だと思うんですよね。 要はそのすげえ自分が無能なんだけどその無能であるというのをその自分が無能で頭が悪いからこうなっているというのではなく ATHD という病気のせいでこういう状況になってるだけであってそれは自分が頭の悪い無能ではないと思い込みたいんですよ。 なので、その、診断を受けて何も変わらず、その ADHD だから集中力が続かないんだよとか、例えばその、頭が悪い人って多くの場合、勉強ができない人が多いんですけど、で、勉強って大体、あの、ちゃんと努力して時間かければ、ほぼできるんですよ。その、日本の大学受験レベルであれば。でもその 机に座って勉強するということができない我慢ができないっていう要は我慢ができない自分がその欲に対して流されやすいっていうのをその自分のこらえ性がないという問題ではなく ADHD でであるってていいうことにしし正当化したいんですよねなのでその僕我慢ができない無能な頭の悪い人なんだよねって説明するんじゃなくていや ADHD だからしょうがないんだよって言って同情してもらいたいっていう。でもは バカで頭が悪くて我慢ができないっていうと誰も同情してくれないじゃないですかでも病気っていうと同情してもらえるし自分自身も自分が悪くないと思い込めるんですよっていうそのレッテルとして使いやすいので使ってる人っていうのが結構いるんじゃないかなと思います <music>